皆さんこっちです。自称レゴブリーダー。ひろひろだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら。レゴスターウォーズ A ウィング VS タイサイレンサーマイクロファイターです。はい、今回はレゴスターウォーズを組み立てます。ちなみに、レゴスターウォーズの動画は半年ぶりです。最後に作ったのが、エピソード3のムスタファーの戦い。あれが確か今年の2月か3月ぐらいに出したんで、もうほぼ半年ぶりです。ちなみに、これは去年の5月に、梅田のレゴストアで購入したレゴスターウォーズです。確かこれ、値引きセールで2000円以下で買いました。はい、今回の動画ではこちらを組み立てます。はい、箱はこのようになってます。ちなみにこちらはエピソード8関連のレゴスターウォーズになってます。ちなみにこれ買った理由なんですけど、カイロレンのタイファイターとミニフィグがついてくるからです。僕このカイロレンのタイファイター持ってます。もう今はバラバラになってます。今回これはカイロレンのマスクが入ってないですね。どうせだったらつけて欲しかったんですけど、エピソード8ってカイロレンマスクつけてないですよね。はい、箱の裏はこのようになってます。思えばマイクロファイターっていっぱいシリーズありますね。そうそう、ちなみにこちらのマイクロファイターなんですけど、僕結構これ思い入れあるんですよね。僕の初めてのレゴスターウォーズのレビュー動画がこれです。まあ編集に関してはもう全然なんですけど、なんかこれを見たらちょっと懐かしく感じます。はい、では開けます。僕の家に古いレゴがめちゃくちゃあるので、まあ、それもどんどん作っていかないとちょっとまずいな。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと、それぞれの説明書が1冊入ってます。では袋からパーツを出します。はい、まずはこちらの A ウィングから組み立てます。では次はこちらのタイサイレンサーを組み立てます。完成！ A ウィングとタイサイレンサーです。おー、めっちゃクオリティ高い。ちなみに僕はカイロレンのタイファイター買った時に組み立てた写真見てるんですけど、めっちゃクオリティ高い。カイロレンのタイファイターがもうコンパクトになったと言ってもいいです。じゃあまずはこちらのミニフィグから見ます。はい、こちらが A ウィングファイターです。全体はこのようになってます。このヘルメットパーツがめちゃめちゃかっこいいです。こんだけ塗装が入ったヘルメットパーツ僕初めて見ました。これすごいな。こちらの A ウィングパイロットは女性です。で、さらにこの A ウィングパイロットはリバーシブルフェイスとなってますので、このように顔を変えることができます。顔をひっくり返してバイザーになるってかっこいいですね。で、さらに A ウィングにはこちらもついてました。これはメンテナンスの台座だと思います。作り自体は簡単なんですけど、A ウィングと並べるとこんな感じです。では次はこちらの A ウィングを見ましょう。全体は。このようになってます。あー、かっこいいでは近くで見ましょう。まずこちらが操縦席になってます。先ほどの A ウィングパイロットを乗せることが
いきます。はい、 A ウィングパイロットを乗せるとこんな感じです。後ろのエンジン部分めちゃくちゃかっこいいです。でこのエンジン部分稼働すると思いきや、がっつり稼働しません。もう固定になってます。この下のこのパーツで動かないようになってます。では次はここのミサイルを発射します。ミサイルの発射は前に作ったマイクロファイターシリーズと一緒です。ここを押すだけです。では押します。まあまあ勢いありますね。ミサイルは全部で3つついてます。これ思ったんですけど、これ形的にこのダースモールが乗ってたシスなんとかかんとかすいません名前忘れました、これに形的にちょっとだけ似てる気がするんですよね。正面と後ろの長さは違うんですけど、なんか形的に、これに若干似てると思います。であとはこのアナキンのナブーのファイターと並べるとこんな感じです。まあでも作りとかは全然違うんですけど、形が若干まあ似てますね。はい、じゃあ次はカイロレンを見ましょう。もうはっきり言います、めちゃめちゃかっこいい。僕スターウォーズで好きなキャラのもうど真ん中にいるのがカイロレンです。はい、全体はこのようになってます。このライトセーバーたまんねえ僕カイロレンのライトセーバーめちゃめちゃ大好きなんですよ。この逆十字のような形をしてるのがめっちゃかっこいいですよね。このカイロレンの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えれます。で僕がカイロレンのタイファイター買った時についてきたカイロレンと並べるとこんな感じです。ちなみにこのマント以外全部パーツ基本一緒です。はい、ではタイサイレンサーを見ましょう。はい、全体はこのようになってます。いや、近くで見ます。こちらが操縦席部分です。カイロレンのタイファイター買った時も操縦席のクリアパーツの色は赤色でした。横はこのようになっていて、後ろ側はこのようになってます。では操縦席にカイロレンを乗せます。あ、当たってるはい、乗せてみるとこんな感じです。このタイサイレンサーは後ろにミサイル発射ギミックがあります。では発射します。ミサイルに関しては最初に紹介した A ウィングとほぼ一緒です。ただこの対サイレンサーには予備のミサイルは入ってません。このまま大きさ比較いきます。まずは僕が前に作ったシスインフェルトレーターと並べるとこんな感じです。もう色が全然違います。エピソード1はダークグレーとグレーが基調になっていて、エピソード7から9はブラックがほぼ基調になってます。これが同じダークサイドの乗り物とは思えないですね。かっこいい。では次は、こちらアナキのナブーの名前忘れましたと並べるとこんな感じです。まあ、こっちに関してはパーツあんま使われてなくて結構コンパクトになってますので、それ考えたらこれがちょっとでかく見えます。じゃあ最後は A ウィングと並べるとこんな感じです。あ、やっぱ両方並べたらめちゃくちゃかっこいいな。レゴスターウォーズのマイクロファイターのいいところはお手頃価格で買えるのと、あとは小さい割にめちゃくちゃクオリティが高いというところがやっぱすごいと思います。はい、レゴスターウォーズ A ウィング VS タイサイレンサーマイクロファイターはこんな感じです。はい、ということでレゴスターウォーズ A ウィング VS タイサイレンサーマイクロファイターズを組み立ててレビューしてみました。やっぱレゴスターウォーズのマイクロファイターズはめちゃくちゃ完成度が高いです。さっきも言った通りお手頃価格で買えるのと小さい割に結構完成度が高いので、これはすごいおすすめします。ただこちらの A ウィングとタイサイレンサーは一昨年発売された結構マイクロファイターズなので、買うとなったらちょっと難しいと思います。で今発売されているレゴスターウォーズのマイクロファイターズでカイロレンのスペースシップ、あれめちゃめちゃ欲しいです。ちなみにもし次のマイクロファイターシリーズの新しいのが出るとなったら、 X ウィングファイターとダースベイダーのミニフィグが入ったタイファイターとエピソード2関係は欲しいです。今レゴスターウォーズってエピソード2あんまないですよ。それだったらエピソード2やっぱ入れてほしいなって思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ